はい、上下の先生していきます。はい、開いてください。開いて、上下の歯ですね、施術を行っていきます。まず上の6本ですね、まず真ん中2本、こちら真ん中の歯ですね、かなり内側に大きく入った状態です。虫歯も見られますね。横の歯もですね、大きな穴が開いて虫歯になっているのと、3番目の変色などもね、かなり見られますので、まあ、上の歯ですね、この3番目から3番目6本ですね、しっかりきれいにしていくのと、あと下の歯もですね、かなり内側に入っている歯とのこの段差ですね、ガタつきがありますので、下の歯に関してもですね、3番目から3番目の6本ですね、しっかりきれいに整えていきます。あと噛んでください。で、一番がですね、この噛み合わせですね、上下の噛み合わせ、下の歯が前に出てしまっている状態、いわゆるこう受け口のような形になってますので、この噛み合わせ、上下の噛み合わせ位置関係を改善しつつ、上下6本ずつですね、しっかりきれいな歯並びをお作りしていきたいと思います。はい、仮の歯装着してます。はい、ですね、上の歯6本ですね、まず仮の歯を装着してます。術前のですね、大きく内側に入ってた真ん中の2本に関してですね、抜歯をさせていただいて、で、隣の歯のですね、虫歯の大きかったところは神経の治療をそれぞれ行ってます。で、3番目はですね、形を整えて6本ですね、仮の歯を装着してます。で、下の歯に関してですね、ガタつきになった歯並びですね、しっかりきれいに整えて、左の3番目から右の3番目6本仮の歯を装着しています。で、噛んでください。はい、でですね、今回ですね、一番ね、特徴として狙っていた、前の受け口ですね、下の歯が前に出てた状態だったんですけども、その部分ですね、しっかり、上下の位置関係ですね、歯並びを改善させていただいて、上6本下6本ですね、計12本、しっかり仮の歯を装着させていただきます。セラミックですね、さらに色合い形含めてですね、綺麗な自然な仕上がりにしていきたいと思います。はい、置いてください。大きいか、はい、噛んでください。はい、噛んでください。